皆さん、こんにちは。女優兼歌手として長期にわたり活躍している中尾美恵さん。事実婚を50年以上続けているという話や、和田アキ子さんの恩人だという話が有名です。今回は中尾美恵さんの事実婚や和田アキ子さんとのエピソードに関する話を、生い立ちをたどりながらご紹介しましょう。中尾美恵さんは1946年6月6日に福岡県小倉市にて誕生しました。父親と母親、そして兄弟が5人の8人家族です。祖父母は教科書の販売店を営む書店主、母親が洋楽と洋画が好きだったため、家のラジオでは洋楽が流れていたとか。そんな母親の影響で子供の頃から洋楽に慣れ親しんで育った。中尾美恵さんは6人兄弟の4番目で、姉が2人いるそうです。バレエ教室にも通えるほど裕福な環境で育ちました。しかし父親の書店が倒産したため、家族で上京を余儀なくされ、生活環境は次第に厳しくなっていったといいます。そのような中で中学生になった中尾美恵さんは、早く働いて家族を助けたいと強く思うようになりました。1961年、15歳の時にザ・スパーク3人娘に加入し、歌手デビューを果たします。翌年16歳で発表した可愛いベイビーがミリオンヒットとなり、一躍スターの仲間入り。20歳の頃には両親に家を送るなど、すでに莫大な稼ぎを得ていました。歌手業に加え、女優やタレントとしても活躍の場を広げていきます。1967年にソロ歌手に転向すると、東京ブギウギ、つれづれな草といったヒット曲を生み出し、歌手としての地位を確立。1970年には女優デビューを果たし、映画浅草っ子で毒舌キャラを演じて高い評価を得ます。その後も映画、ドラマ、舞台と活躍の場を広げていきました。1974年の映画鍋倉夫人では人気タレントの演歌歌手役を好演し、第5回日本アカデミー賞の助演女優賞を受賞。1979年の映画ドラムスコでも主演を務め、第32回マイナビ映画賞の主演女優賞を獲得するなど、女優としても高く評価されています。2000年代に入ると舞台を中心に活動する一方、コメンテーターやナレーターとしても活躍の場を広げていきます。2006年の独身貴族を好演し、2023年映画バチェロレッテでも主演を果たすなど、70代後半となった現在も活躍を続けています。2022年7月にはミュージカルピピンの主人公の祖母役を演じ、空中ブランコにさえ挑戦しました。この舞台でやればできることが分かった、経験したことがないことがまだたくさんある、あと何年元気でいられるか分からないけど、もう秒読み段階に入っているから、何でもやるよ、何でも来なと中尾美恵さんは意気込みを語っており、76歳にして大役に臨むため、10ヶ月前から公演やジムで歌い踊れる体づくりを行ったことを明かしました。2023年7月には人生初となるビジュアルムック本、人生もっと楽しまなくちゃを発売しています。これまで自身の著書化には抵抗があり、断り続けてきたそうですが、新たな挑戦の意味を込めて出版に踏み切ったのだとか。本の中ではインタビューを中心に人間関係やファッション、プライベートなどを公開しています。プライベートにて中尾美恵さんは結婚していません。しかし50年以上にわたり共に暮らしているという事実婚状態のパートナーがいることが判明しています。2019年7月13日放送の徳森吉本に出演した際、中尾美恵さんは、私ダメなんです、結婚っていう言葉がダメ、結婚って二人だけの問題じゃないでしょう、向こうの家族とか何の不自由もないですからと、結婚せずに事実婚を続けている理由を明かしました。二人の問題ではなくなってしまうことが理由だと話した中尾美恵さん。
結婚しないことのデメリットに関しては、結婚していなくても周りは彼のことを旦那として見てくれているから何の不自由もないですから、と答えていました。中尾さんは相手の親族のことまで考えたくないという自分勝手な理由だけではなく、考えさせたくないという思いもあるようです。そしてこの言葉の裏には自身の介護経験もあるとのこと。父は長生きしちゃった、93まで生きましたからね。結局6人も子供がいるのに、私が最後まで一緒に暮らして本当に幸せな人だと思いますよ。自分はただ商売潰して、あと娘が生活の面倒を見てくれて、と父親の介護が続いた経験も語っていたことがあります。事実婚という選択はパートナーのためでもあったのかもしれません。同年5月の情報番組5時に夢中では、そのパートナーについて他の人のボーイフレンドだったと語っていますが、詳しい情報は公表されていません。しかし2022年7月7日発売の週刊朝日芸能でのテリー伊藤さんとの対談で、中尾美恵さんは、特にあの頃はスキャンダルは命取りだった時代ですから、と発言しています。このことからパートナーが芸能関係者である可能性が高いと推測されています。結婚生活については、一人では何もしないので料理をしなければならなくなりました。今は仕方なく料理をしています、と苦笑いしつつも、帰宅すると電気がついていて、朝にはおはようや行ってきますと言い合えるのが良いと話しました。喧嘩については、喧嘩するほどの話題がなくなったと笑って答えていました。結婚もせずに50年も付き合える方って一体どんな方なのか気になりますね。中尾美恵さんとそのパートナーの自宅は東京都杉並区の住宅街。中尾美恵さんは20歳の頃に両親へプレゼントした一軒家の隣に25歳の時に自宅を建てました。さらに自宅の隣には賃貸アパートお花も建設しています。中尾美恵さんは2016年7月号の婦人公論で、おーいと呼べば届く距離だから家族のような付き合いだと述べています。中尾美恵さんと中尾明さんが兄弟だという噂がありましたが、これは事実無根です。単に名字が同じということで憶測が生まれただけだったそうです。なお母親は躁うつ病を患っていたらしく、1988年に自殺。父親も2006年に93歳でこの世を去りました。さて話題を変えましょう。中尾美恵さんと和田アキ子さんはゴシップ誌で芸能界最強の女性と呼ばれています。口喧嘩の強さで知られる美川憲一さんも、和田アキ子さんと口喧嘩をすれば中尾美恵さんが勝つと評しています。実際2018年10月19日の番組で、中尾美恵さんは沢田研二さんの騒動を痛烈に批判しました。ジュリーを70代のジジイと呼び捨てにし、もっと痩せろ、贅沢言ってんじゃないと発言しましたが、最後は痩せたら見れると続け、心配する気持ちからの発言だったことがうかがえました。さらにライブで往年の名曲を歌うべきだと提唱するなど、同業者としての気遣いも見せていました。このように中尾美恵さんは毒舌な発言が多いものの、それらの発言には同業者への気遣いや愛情が含まれていることが多いのです。吉田沙保里さんの表彰台での涙に対しても、もう涙は似合わないと辛口のコメントをしましたが、73歳にしてグラビア撮影に挑戦した際は怖いもの見たさでと自虐的な発言をするなど、ユーモアあふれるユニークな一面も持ち合わせています。中尾美恵さんと和田アキ子さんは1970年前後に共演する機会が多くありました。両者ともストレートな物言いが災いし、犬猿の仲なのではと噂されていました。しかし2018年6月10日放送のトーク番組徹子の部屋に二人揃って出演した際、この噂を完全に否定しています。和田アキ子さんは、中尾美恵さんは大先輩でした、
当時は先輩に話しかけるなんてことは許されませんでしたと発言し、中尾美恵さんも和田さんは体育会系で先輩後輩の区別をしっかりとしていた人ですと話しました。1960年代の芸能界は上下関係が厳しかったため、二人の態度が犬猿の仲のように映っていたのかもしれません。実は1960年代後半のデビュー当時、和田アキ子さんは身長174センチメートル、足のサイズ27センチメートルと非常に大柄で、低い声が災いして先輩歌手からいじめを受けていたそうです。具体的には、男がいるからここで着替えられない、同じ黒の衣装だから着替えてきなさいと言われたり、スニーカーに男は出て行け、男女と書かれたり、顔にいびつな化粧を施されたりしていました。そのため楽屋で泣いている姿が見られたそうです。しかしそんな和田アキ子さんを中尾美恵さんと石田あゆみさんが救ってくれました。2017年1月8日放送のトーク番組僕らの時代で二人がこのエピソードを明かしています。他の事務所の新年会で、あんたなんかの来る場所じゃないわよと言われた和田アキ子さんに対し、中尾美恵さんはほっときゃいいのよと助言しました。またある歌詞から、なんか男がいるからメイクもできないわと言われた和田アキ子さんに向かって、石田あゆみさんはポテトチップスを食べながら、あんなのほっときゃいいのよと言ったそうです。二人にとっては些細な一言でしたが、和田アキ子さんにとっては大きな励ましとなり、いじめから解放された思いがしたと語っています。そのため和田アキ子さんは二人に対し、今でも頭が上がらないほどの恩人だと話しています。一方で和田アキ子さんをいじめていた歌手の正体はこれまで本人が言及したことがありません。ただし2019年4月28日放送の情報番組で、和田アキ子さんが共演 NG としていた歌手として、あずさみちよさんと小川智子さんの名前が挙がっています。このためこの二人が当時いじめをしていた歌手だった可能性が高いと指摘されています。2023年11月16日フジテレビ系の情報番組ポカポカに出演した中尾美恵さんは、元横綱で相撲解説者を務める北の富士勝明さんとの不思議なエピソードを赤裸々に語りました。中尾美恵さんはポイポイトークのコーナーで、自身にまつわる信じられない噂として、元横綱に誓約書を書かせたと紹介され、実際にそのようなことがあったと打ち明けました。誓約書を書かせるのが趣味なんです、この話をすると長くなるけど大丈夫と切り出した中尾美恵さん。北の富士さんとは当時面識がありませんでした。しかしあるパーティーで一人でいる北の富士さんを見かけ、ファンなんですけど私にご馳走してもらえませんと直接声をかけ、食事に同行したそうです。お酒飲んで楽しくなっちゃってと笑顔で振り返りました。そして中尾美恵さんが北の富士さんに求めたのが、鉛筆でラフに書かれた誓約書だったのです。今度私が70の時に会いましょうかと提案したところ、70じゃババアだよと返されたため、じゃあ65にしましょう、65の時に私にささやかながら盛大なパーティーをしますという内容の誓約書を書かせたとか。中尾美恵さんは同様の誓約書を数人と交わしていたそうですが、ちゃんと実行してくれたのは親方だけ、それで味しめちゃってとにっこり、スパンが長い方が楽しみなの、その日が来るのがすごく楽しみと誓約書への思い入れを語りました。番組出演者からは堅気とは思えないと突っ込まれる一幕もありました。今回紹介した中尾美恵さんの事実婚や和田アキ子さんとのエピソードに関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。